さあ、ということで第7じゃんけん神殿いきますか。頑張っていきましょう。もうランダム要素多いんだろうな。気合ですね。まあ、とりあえずヒント引こうか。まあ、得られるものはあるはず。1回戦の相手は見た目で決めちゃダメなんです。でも決まったパターンが好きみたい。2回戦の相手は見た目と違ってびっくりさせられます。でも力むと次は硬くなるんです。なるほど。いけるかな。とりあえずね、まあある程度多分コイン増えるかなって思ったんで、モノカードを絞らせ屋さんで絞っては寄付してみたいなことをやたら繰り返しておりました。よし、行きましょう。先生の相手はちびくりぼうさんね。おお、かわいい。一回戦の相手は見た目で決めちゃダメなんです。でも決まったパターンが好きみたい。なので、まあパッと見グーなのかな、出してきそうなのが。って考えるとチョキかパー。なのでチョキでいきます。よーし、まずは一勝ですね。ありがとうございます。ちびメットさん、なんだろうね、ちびシリーズですかね今回。さあ、2回戦の相手は見た目と違ってびっくりさせられます。でも力むと硬くなるんです。なので、どうなんだろうな。とりあえず1手目は分かんないね。ちょっとパーにしてみようかな。わーマジかー。やってしまったよ。よし、頑張るか。さあ、では頑張っていきましょう。とりあえずね、1回戦は勝ちました。グーでいこうかな。おー、ありがとうございます。さあ、問題は次よ。多分ランダムだよね。チビハンマーブロスさん。おー、ちゃんとブロスだ。ブロスしてる。もしよろしくお願いします。チョキで行こうかな。
あー怖え、マジ怖え。もう一回チョケでいこうかな。いや、グーにします。わあマジかー。これどうだろうね、ランダムになっちゃうかな。うわー、これランダムになったっぽいね。あ、でもちょっと粘り強くいきましょう。よし、頑張るか。ここまで来ました。グーでいきます。よーし、ありがとうございます。いけた。なかなかね、あの1回戦すら突破できなくなってしまいまして、あれから取ってきたんですよ、リトルベンキスターさんを。さあ、ラバーカップのサンプルです。ありがとうございます。まあ、それでまたヒントありの状態に戻して再挑戦したらいけました。ありがとうございます。じゃんけん死んであと1個か、これで。でもさ、これより難しいってことですよね、次って。えぐいな。ありがとうございます。いやー、よかった、なんとかなったわ。さあ、ではこの勢いに乗って、勢いがあるのかわかりませんが、一応ね、何回かやられてるので行きましょう。第8じゃんけん神殿。ここにあったよね、確か。よし、行きましょう。さあ、まずはヒントですよ。わあ、マジか。もうこれ1回戦からランダムかってことはやばいですね。あ、でも1回戦から1000コインもらえるんだ。よし、頑張るか。ここまで来たんでね、頑張りたいですよね。じゃんけん戦士っていうね、パワーワードね。よし、頑張りますか。行きましょう。おお、ヘイホーシルバーさん、おお、強そうだ。やっぱここまで来るとね、もうつわもの揃いというか、そんな感じですよね。頑張っていきましょう。さあ、ということで、ランダムだよね、早速。よし、パワーでいこう。おお、しまずは一緒。いいよいいよ。
のヘイフォーゴールドさん、シルバーゴールド、次気になる。勝たねば。グーでいきます。よーし、いいね。さあ2勝目ですよ。ヘイホーブラック、お、ブラックヘイホーさんか。ここでですか。よし、よろしくお願いします。チョキでいきたいな。ちょっとパーグーって出してるんで。よーし、いけた、一発。ランダム3連戦一発で突破できたのめっちゃでかいわ。ありがとうございます。さあ扇風機のサンプルカードですね。ありがとうございます。よったー、コインも取り戻しましたよ。カンスト、ありがとうございます。よったー、マジで嬉しい。これでじゃんけん神殿制覇ですかね。よーし、ありがとうございます。やったー、勝てたー。さあではミルーリーサーカスでしたっけ、いきますか。よし、最後のミグベンゲストさん取りに行きましょうよ。おお、早速雰囲気がありますね。とりあえず色塗るか最初は。わあ、森の中にテントがある。ねえねえ、あれが緑売りサーカスかな。面白そう、面白そうですね。まずは塗ろう。で、すぐそこにヘイホーさんがいる。さあ、ジャンプのトリプル、ありがとうございます。さあ、ここも塗って、ポイ投げハンマーダブル。ここもだね。OK です。お、デカキノコ。こういうとこ怪しいけどな。調べる。ミドゥーリサーカス、ハラハラドキドキ、手に汗握る曲芸の数々。面白いよ、みんなで見に来てね。大人気、満員御礼。すげえな。ミドゥーリサーカスは面白くて大人気のサーカスだよ。とっても面白くて、少しでもたくさんのお客さんに見てほしいから、ここにお客さんがたくさん集まったら始まるよ。なるほど。なんだろう、連れてくる的な。流れがあんのかな。ヘイホーのためのチケットは50枚限定なんだって。売り切れで買えなかった、マジか。ここはサーカスの関係者の入り口だよ。じゃあ入れないのかな。入れましたね、普通に。あ、ヨシさんいる。あれ、待って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 、ペンキ塗っちゃった、ごめんなさい。お、レスキュー隊の方ですか。
この子たちのいたずら好きには困ったもんだよ。まだまだサーカスに出すだけにはいかないね。今はまだ訓練中だよ。ここ濡れますね。引っ張る。これ引っ張れるんだ。わあ。ダメージ受けた。ねえ、赤ちゃんのマリオさん背中に乗っけたりもしますもんね。マジか。ってことはどうなんのかな。やっぱ連れてくる的な。お、進展が。他の隊員49名がまだ誰も到着せず一人寂しく待機中です。じゃあ連れてくるのかな。わかりました。じゃあ連れてこようか。では一旦彩りタウンに行きましょう。おお、修復率ももう 72% か。じゃああとは中とかですかね。まあ、ただ問題はね、全員揃ってるかどうかなんすよね、今の段階で。どうなんだろう。一応回復すっか。こんにちは。お、大丈夫そうかな。よし、お願いします。残り2名。サンセットエクスプレスに1名。ここ彩りタウンに1名。マジか。じゃあ探しに行きますか。なんかセミみたいで可愛いよね。彩りタウンに1人いるっぽいね。マジか。わかった、俺気づいちゃったわ。これさ、虫眼鏡じゃない。さあ、レスキュー隊になる時ですよ、日野部さん。お、成功ですかね。これはおめでたいですね。おめでとう。ナナエさんね。よし。あとはサンセットエクスプレスか。よし、探してこよう。ここか。いらっしゃいましたね。よかった。これで全員だね。もし戻るか。これでどうなんだろう。彩りタウン一回行った方がいいのかな。緑サーカスに、お、集まったっぽいですかね。よし、じゃあそのまま行っちゃいましょう。これで進展があるはずだ。おお、勢ぞろいですね。めちゃめちゃいる。
そういう役割なのね、キノピオさんの血って。おお、省略されてる。どうですか、ヘホさん。順番とは何だったのかみたいな、そんな感じだけど大丈夫ですか。よし、行きましょうか。わあ、これがサーカス。テントの中はすごい熱気だよ。満員のお客さんもみんなテンションが上がってるんだね。行列すごかったもんね。ですね。僕実はサーカス見るの初めてなんだ。すごいワクワクするよ。でもね、一度だけ見たことあるかな。やっぱ迫力ね、すごかったです。特別公演。おー、レミーさんですか。じゃあこれであと出てきてないのがロイさんになるのか、ポクッパー軍団は。まあでも確かにサーカスって言ったらなんかレミーさんっぽいわ。一番合ってる気がする。そんなところに、すげえ。あ、すやーっと登場ですね、ビッグペンキスターさん。ねえねえ、そこにいるマリオ、あとその横のペンキ缶、とっても大事な大事なビッグペンキスターが一体どこに消えたと思う？知りたいよね、知りたいよね。それはね、どうしたどうした、そのまま。マジか。ペンキさんマジじゃないですか、いろいろと。わかんないよ、レミンさん。もしかしたらさ、彩りタウンにセットしてくれたかもしんないよ。休憩時間。じゃあ探索とかできるんですかね。おーし、探しますか。なんかこういうとこ通れそうだけど、なんかあるわけではないのか。これあれかな、一回お外出て良さそうなやつですかね。それか違うか、一回出ますか。なんか見直ってる。どさくさに紛れてヨッシーたちが檻の裏から逃げちゃった。いたずら好きだから気をつけて。マジか、本当だ、いない、いる。
マリオさん、お久しぶりです。ホテルで不良に絡まれていたところを助けてくれたよね。わー。そのヨッシーさん？羨ましいんだ。なるほど、確かに一理あるな。なんだろう、喋ってるだけな感じですかね、ヨシさん。なんか憧れを抱いてるんだけど、向こう側にいらっしゃいますよね。行けるのかな。さあ引っ張って、お、入りましたね。まるで檻だよ。檻だもの。檻だもの。檻だものとか言っていいんだろうか。ごめんなさい、叩いてしまった。とりあえず塗りますか。さあ、ワンナップキノコでここも塗ろう。 OK です。なるほどね、テント裏から入ることができる。で、セーブブロックあるから、とりあえず記念セーブするか。わ、なんか気になるものがある。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。